ウィキペディアのスクリーンショット、一部のウィキメディア財団プロジェクトによってブロックされた VPN の IPVPN ブロッキングは仮想プライベートネットワークシステムで使用される暗号化されたプロトコルのトンネリング通信方法をブロックするために使用される技術。国の政府や企業などの大規模な組織で使用されることが多く、ネットワークファイアウォールシステムを迂回するための VPN の使用を防止することでコンピュータセキュリティやインターネット検閲のツールとして機能する。VPN アクセスをブロックするにはいくつかの方法がある。PPTP や L2TP などの一般的な VPN トンネリングプロトコルが接続の確率やデータ転送に使用するポートはシステム管理者が特定のネットワークでの使用を防ぐために閉じることができる。同様に ウェブサイトは VPN プロバイダーに属することが知られている IP アドレスからのアクセスをブロックすることでコンテンツへのアクセスを禁止することができる政府の中にはその政府の管轄下では動作しないリモートホストに VPN を使用して接続する場合があるため海外の IP アドレスへのアクセスをすべてブロックすることが知られている組織がファイアウォールを迂回する VPN アクセスをブロックする努力を強めているため VPN プロバイダーは接続を目立たなくするためにより洗練された技術を利用することで対応している例えば中国政府が VPN プロトコルを識別するためにディープパケット検査を使用し始めたことを受けてゴールデンフロックは検出を避けるために人気のあるバイプベプンサービスのためにオパンベプンパケットのメタデータを スクランブル化し始めた。中国のインターネットユーザーは2011年5月から VPN を利用して海外のウェブサイトや Apple App Store などのサービスに接続する際に接続が不安定になるという報告を受けている。大学や企業はファイアウォールを迂回するためのツールの使用をやめるように通達を出し始めた。2012年末 VPN サービスを提供している企業は 中国の大防火壁が様々な VPN システムで使用されている暗号化された通信方法を学習、発見、ブロックできるようになったと主張している。2017年中国の電気通信事業者は2018年2月までに個人による VPN の使用をブロックするよう政府から指示された。 イラン政府は2013年の選挙の数ヶ月前の2013年3月から国家法に違反しているユーザーを起訴する違反者を司法サービスの監督下にある国家裁判所に連行するために政府が制裁した VPN 以外の VPN へのアクセスをブロックし始めた。政府が認可した VPN の使用は個人データの監視や検査につながったと報じられている。 2017年7月、州議会は、インターネット上での過激派の材料の拡散を防ぐために、VPN を提供するウェブサイトをブロックすることを、インターネットプロバイダに要求する、法案を可決した。ロシアが新たな規制を、どのように実施するかは不明だが、連邦法案局と ISP の両方が、VPN の特定と取締りを任務とする。2017年11月、 BBC はロシアが VPN の使用を完全に禁止していないことを明らかにした。VPN の使用が禁止されているのはロスコ・オンナドザーやロシアの電気通信及びマスメディア通信の統治機関によってすでにブロックされているサイトにアクセスしようとした場合のみ。引用が必要ロシアの合法的なサイトにアクセスするためにビジネスや 個人的な理由で VPN を使用することは許可されている。シリア政府は2011年の放棄後、VPN 接続をブロックするためにディープパケットインスペクションを有効化した。検閲の対象となったのはオパンベプン、L2TP、PPTP などの様々な VPN プロトコル。パキスタン政府は VPN プロバイダーに対し IP を登録しないと 中国のように VPN サービスがブロックされてしまうという通知を出した。フールーは、米国外のユーザーからの不正アクセスを阻止する試みとして、2014年4月から VPN サービスにリンクされた IP アドレスからのアクセスをブロックしていた。しかしその際には、セキュリティ上の理由から VPN を利用している合法的な米国在住のユーザーからのアクセスも、 制限していた。バイキングベプン、ノードベプン、トーガードなどの VPN プロバイダーは、それぞれ解決策についてフールに直接話をしたり、より多くの専用 IP アドレスを展開したりすることで、顧客のためにこの問題に対処する方法を模索すると述べている。ネットフリックスは2014年9月、オーストラリアではまだ利用できないにもかかわらず、 最大20万人のオーストラリア人加入者がネットフリックスを利用していたため大手映画スタジオから VPN アクセスをブロックするよう圧力を受けた。ネットフリックスの VPN アクセスは他のストリーミングサービスと同様にユーザーがより安全にまたは国外にいる間にコンテンツを視聴することを可能にしてきた。また、ネットフリックスのユーザーは ベライゾンなどのサービスプロバイダーによるスロットリングを回避する手段として VPN を利用している。また、Netflix スをストリーミングしようとすると、すべての VPN がインターネット接続を遅くする可能性があることに注意が必要ですが、ISP が Netflix のトラフィックをスロットリングしている場合は、VPN を使用することで接続が改善される可能性がある場合もある。 2018年6月現在、ネットフリックスの VPN とプロ騎士の禁止は、まだ有効。ネットフリックスの CEO である、リード・ヘイスティングス氏は、2016年に、VPN 市場全体について、非常に小さいが、かなり声の大きい少数派だとコメントしています。我々にとっては本当に取るに足らないものだと、コメントしている。BBC は2015年10月から、 VPN 経由で接続するユーザーのブロックを開始した。BBC は各 IP アドレスからの同時接続数を監視することで VPN 接続を検知することができる。同一 IP からの接続数が異常になると BBC は違反 IP アドレスからの今後の接続をブロックする。i p レイヤーは他の EU 諸国から接続している英国の TV ライセンス保有者は利用できないままである。BBC は英国のライセンス料支払い者が休暇中に BBC の iPlayer にアクセスできるようにすることに興味があり、これを実現可能にするための欧州連合の規制を歓迎していると述べた。Wikipedia はオープンプロキシを使用している VPN が多いため、VPN による編集をブロックすることが多い。しかし、 ブロックされていても、まだ記事を閲覧することができ、プロキ士を使用していない VPN や、クローズドプロキ士を使用している VPN は、通常はまだ Wikipedia を編集することができる。ありがとうございます。